夜の公園で桜の葉っぱの裏についていたハムシのような小さな虫を野暮にあげました。美味しそうに食べてます。多少甲羅というか甲虫の硬い背中があるので咀嚼する音がむしゃむしゃと聞こえます。この調子で銀山にたくさん餌を与えていきたいと思います。